皆さんこんにちは、ベソでございます。レールウェイエンパイアですね、続きやってまいりましょうか。プロモーターは動いてる。あー止まったな、サンフランシスコ。ああ乗り込まれてるね。自由で独立したジャーナリズム、ああ我が国家の理念よ。産業スパイ、他にすることがございませんの。あ、やった、ロジャースアメリカン取ってきたね。立ててなかったな、ここのところによく考えたら。進んではいるようだが、プロモントリーポイントでの合流に間に合わなくなるという懸念が捨てきれないのだ。69年ですよね。お、開発者や。あ、今はイノベーションポイントより、あなたのボスナーバスになっておりますわね。お、合流地点に一日でも早く到着しなければならない。ユニオンパシフィック鉄道からのプレッシャーは大変なものですわ。でも過度の心配は体に毒ですわよ。走らせるとは言ってないからね。最初はそう思っていましたけど、数年後私はシカゴにうんざりしていましたの。変化が欲しくて全てをマリオに売ってしまいました。才能を別の何かに使いたくて。当時数多くの容赦なき資産家たちが鉄道投資にのめり込んでおりまして、私にもできると思ったんです。私も欲しかったんだが、しょうがない。チャンスは他にもあるだろう。
サクラメントいいですね。結構人口増えてますよね。開発者さんばっかりやな。さあ、お金が貯まってきたらそろそろロサンゼルス便もね、作りたいところなんですけどね。正直になればいい。君も私の元で働きたいだろう。ああ、やられた。事務員取られた。
してきた。うん、まあ軽薄だけでいいか。悪くない、悪くないぞ。くふダツボーだ。君の鉄道ネットワークは我々のライバルが目を見張るほどの長さになった。お、サクラメント9万人突破した。うん、主任と教授はいらねえな。あたくしのやり方とくとご覧になって。あら、新しいおもちゃですわね。ああ、新産業ボーナスか。これはもう間違いなくね、上手ですね。はい。私は細かいことまで気にしませんわ。どれが一番のルートかとか、どのエンジンが一番かなんてどうでもいいですわ。ポッポーと蒸気が出ていればそれで十分。殿方は私が権力を握っていると認めたくないようですが、必要なのは彼らの資金だけ。認めていただく必要はありません。
なんで渡れない？ああ、30% か。ちょっと補給とはね、
ああ、ここ乗り入れられちゃったか。まあまあしょうがないな。10万人いきそうですね。じゃあ1本だけ走らせて終わりましょうか。株だけちょっと、ああ結構上がってるね。はい、ではね、これぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。